本代表2023代表監督を務めますコスタケラー監督、そしてコーチを務めます徳永健介コーチにお越しいただきました。お願いいたします。それでは、2023の、日本代表フットボールセル日本代表のメンバーを発表をしたいと思います。日本代表背番号1番になるの LFYR 成田力也さん、背番号17番になるのプラムワンの沖田俊也です。背番号9番になるラゾ FC の関根智也、背番号14番になるのプラムワン山田いつき、背番号4番シャロム SC からの船木亮太、背番号23番テクテクキーカーズ大石直樹、背番号10番になるのラーズ FC からの花岡啓太、背番号7番になるシャロム SC からの片野真宏、背番号26番になるプラムワンから炎上健介、背番号11番になるラーソ FC からの大熊流星、背番号2番プラムワンからあがた翔平、背番号19番になる LFYR からの中川貴春。これで12人になりましたので以上です。よろしくお願いいたします。おはようござい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 ます。どうですか監督、最初のトレーニングですけど。いや楽しみですね。来た来たお願いしますよ。お願いします。一発目頑張りましょう。おー一発目の練習ですけど、はい、どうですかチームの感じ。楽しみな選手とか。いや楽しみな選手は炎上選手みたいですね。久々に監督と理由の先日は煮詰まってます。あそれはもう監督と打ち合わせしてあるんで、昨日も電話打ち合わせして準備はできてますよ。楽しみですね。よろしくお願いします。お願いします。おはよう。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。アルバルありがとうございます。朝早くから待ちしました。奥の方でどうぞ。大丈夫ですか皆さん、コンディションはバッチリ。誰も何も言わん。最高です最高です。じゃあ皆さんおはようございます。楽しみですね、これから日本代表に、ね。まあ、まずセレクション歌ってもらって嬉しい。でそこからみんな見てて何人の中で選ばれたっていうのはでかい。まず俺が監督として選ばれたのもびっくりしても、これからもみんなとこれからいい成長して仲間、やっぱり理解をしながらの部分が一番大事なので、マイプレーでいきましょう。でちょっと温めてどんどん瞬間交代していくんで、スタート。勝ってる。
ですか。